山陽女学園前駅は、広島県八日市市坂田本町にある、広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は、M31。当駅は1950年に新規に開業した駅で、ある。開業時の駅名は、山陽女学園駅で、その名の通り沿線には、山陽女学園中東部、高東部がある。1963年には、中東部、 高等部に加えて、山陽女子短期大学が開校したため、駅名はその頃、山陽女子大前駅へと改称された。山陽女学園前駅に改称したのは2019年、広島電鉄は改称の理由を、名称の由来となった学校名の変更のためとしている。二面二線の地上駅、路線の起点から見て、左側に、広電宮、島口駅方面へ向かう。 下りホーム、右側に、広電西広島駅方面へ向かう、上りホームがある。駅の広電宮、島口方には、踏切がある。20日市首統計書によると、2018年度の1日平均乗降人員は3059人であった。山陽女子、大前駅の乗降人員は、以下の表のように推移している。広島市との市境付近に位置しており、周辺は、 完成な住宅街が広がる。南にしばらく行くと、国道2号沿いに量販店などが並び、賑わいを見せる。山陽女子短期大学、及び山陽女学園中東部、高等部は、駅の北東に隣接する。南へ、徒歩15分の距離には、桂公園がある。ありがとうございます。